こんにちは、セレクト鈴木です。今日はこの車を使って、もう廃車なんですけど、エアコンのガスを入れすぎたらどうなるか、コンプレッサーとかコンデンサーとか、あと冷え具合ですね、これを実験してみます。どうぞ。ちょっと実験に、邪魔なんでバンパーを外しておきます。バンパー外れたんで、これで見やすくなりましたね。コンデンサーとコンプレッサーがあります。はい、でこれで、とりあえず今の状況ですね、一回見てみます。外気温が今 26.3 度ですね。ああ、コンプレッサーは入ってますね。今入りました。とりあえず今日の比較をするのに、温度は一番クールにして風量は3ですね。で、ここからの前からの風に設定します。風量が3ですね。風量が3で、エアコン入れて一番冷える状態にして、で風は前から出る状態にしておきます。これで全部比較していきたいと思います。じゃあとりあえずこれの今の吹き出し口の温度測ってみようかな。ぬるいな。21度、めちゃくちゃぬるいな。これちょっと比較にならないんで、とりあえずまずガス入れですね。ガスちょっと入れてみて、ガス入れてみてから正常に冷えるかどうかちょっと確認して、それから、比較の動画をしていきたいと思います。はい、今しばらくかけた状態で11度、 11.3 度ですね。見えるかな。よ、ちょっと光りすぎてこれぐらいか。吹き出し口で11度ですね。はい、じゃあこれで一旦冷えるのが分かったんで、正規の量を入れてどれぐらい冷えるのかと、あとすごい量を足してどれぐらい冷えるのか、冷えなくなるのかっていうのをやってみたいと思います。よし、はい、ガス回収します。ガスが抜け終わりました。そしたらこれからね、真空引き、中の空気を吸い取っていきます。どっちや、こっちか、こっちか、これで15分ぐらいですね、経ちます。はい、真空引きが終わりました。はい、ゼロ切ってますね。これで、規定量が、0.35 から0.45kg、 まあ1本 200g なんで2本ですね。2本が規定量になります。そろそろ1本目が入れ終わりますね。 13.2 度ですね。では2本目入れていきます。そろそろ終わりですね。2本目が入ります。下がったな。 OK、 はい、2本目が入りましたね。
2キロと10キロあたりかな。はい、これぐらいの圧力です。そしたら温度を見てみましょう。あ、涼しいな。 8.4 度、かなり冷えてきましたね。 8.3 になりましたね。おお、優秀優秀ですね。これがあの正規のガスの量の温度ですね。これからちょっと車に申し訳ないんですけど、ガスを多めに入れたらもっと冷えるのかっていうのを検証していきます。それでは3本目入れてみます。僕もあの多めに入れるっていうことは初めてするんで、ちょっとどうなるかワクワクとちょっと怖いっていう気持ちとありますね。いきます。あー、高圧はちょっとずつ上がってますね。10キロ超えましたね。これ以上はちょっとなかなか、これは冷たくなってなかなか入んないんで、あの冬場とかはよく使うお湯につけて入れるやり方をして入れたいと思います。お、もう結構入ってる。入り出したな。ああ、お湯につけたらやっぱ入りますね。あ、でも高圧はこんなに増えないですね。10キロから。3本目入りました。圧が、あーでも少しやね。ちょっと高圧は高いけど、でも正常な範囲だな。ではちょっと中の温度を見てみたいと思います。あ、でも涼しい。冷えとる。え、冷えとるやん。6.5? おい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 、この検証はいいのか。ちょっと時間を置くのが足りなかったか。日本を入れてから、エヴァが冷え切るまで。7.2、7.3。 さっきより冷えてますね。この検証結果いいのか。うん、どうしよう。冷えないなっていう予定やったんやけど。はい、ちょっと僕の予想とは違う方向になったんですけど、僕の予想ではね、3本目入れたらあの温度上がるなと思ってたんですよ。規定量以上入れると。まさかの下がったんで、え？ってなりましたね。まあ引き続き4本目、規定量の倍ですね、入れてみたいと思います。入れます。
うおー、怖え。お、高圧が。あー、高圧上がってきましたね。上がってますね。何キロぐらい？15ぐらい。15がここやから、13、4ぐらい。もうすごい脱水で怖いわ。15と。15キロ。15キロいった？そう、15キロ行きましたね。おお。ああ、15キロ超えましたね。4本目はやばそうですね。あー、でも触れる。熱っ。こっちめちゃくちゃ熱いです。ここめちゃくちゃ熱い。ここの配管やばいでしょうね。うわ、18キロ。うわ、怖っ。ちょっと途中なんですけどね、とりあえずやめて、もう20キロに到達しようとしてるんで、温度測ってみたいと思います。室内行きましょう。それでも 6.9 ありますね。7度。このエアコン強いな。意外な結果になりましたね。意外です。ねえ、ちょっと長くこのエアコン修理業やってきて、こういう結果になるとは思いませんでしたね。これすごい。あ、でも、あ、8度か。あ、ちょっと下がってきましたね。8度。高圧が高くなるんで、温度もだんだん冷えなくなってくる予定なんですけど、あ、これであれだね、日本の時と一緒かな。8度台。優秀やな。ちょっとびっくりしました。はい、実験終わりました。僕的にはこの2缶400入れたら冷えて、まあ、8度になったんですけど、その後1本入れたら、まあ、10度とか11度っていう結果を期待してました。そしたら7度とかになったんでびっくりしましたね。なので、まあちょっと多めに入れると冷えるっていう車両もあるみたいですね。ただ、1.5 倍を超えちゃう、2倍ぐらい入れると、元の数字に戻ってきて、冷え方は変わらないんですけど、高圧が上がってます。高圧がもう15キロを超えてきたんで、もうこれがですね、パンク寸前ですね。で、これはコンプレッサーにも負担がかかって、良くない、コンプレッサーとかコンデンサーとか圧のかかるところには良くない状態なんで、それだったら2本。だから4本はダメでしたね。ただ、3本目は OK という結果になってしまいました。今回はね、スバルの車両だったんで、コンプレッサーがカルソニック製、コンデンサーとかもカルソニック製ですね。なので、まあ、僕のイメージではカルソニック結構強いんで、
持ったんじゃないかなと思ってます。で、規定量は基本この350から450なんで守るようにしてください。ご視聴ありがとうございました。これからもね、こんな変わった動画とか試乗動画なんかをどんどんアップしていきますんで、ご視聴よろしくお願いします。よかったと思ったらグッド評価とかチャンネル登録コメントお待ちしています。